できた。これ多分鋼豆腐だよね。多分真っ白になったもんね。よし、あ、できた鋼豆腐、これだ。よし、はあ、はあはあ、鋼豆腐剣はこうでいいんだ。よし、できた。豆腐戦士の誕生。 OK。 じゃあこのこれと同じでツルハシもこれでいいかな。よいしょ、あ、できた。いざ豆腐で採掘。おっと、寝なきゃ。トン。鋼豆腐ツルハシ、どのぐらいの威力があるもんなんだろうね。よし、ちょっと掘ってみるか。今ちょうどスライムが、スライムっていう敵がいて、そのスライムが生まれる場所、あ、これだ。これが限られた場所にしか出てこないんですよ。なのでそれを掘ってる途中で、そこの場所を掘ってる途中ですね。よいしょ。 1.7 だとこのスライムボールっていうのが粘着ピストンとかああいうのにしか使えないんですけど、結構欲しいので、よいしょ、えい。あ、でもダイヤのツルハシぐらいあるんかな。鉄のツルハシぐらいかな。うん、鉄のツルハシぐらいあるん。そして、鋼豆腐とレッドストーン、あと今取ってきたスライムボール、これで豆腐スライムレーダーだって。豆腐スライムっていうのに会えるレーダーだって。え、これなんかゲージがよく見たら溜まってないんだよね。なんか溜めなきゃいけないってことか。ほう、なんかエネルギーがいるみたい。鋼豆腐ブロックをこうやって置いて、豆腐マシン、お、豆腐マシン、工業化の一つ、工業化への第一歩。さらに、さらに鋼豆腐を置いて、レッドストーンを置いて、豆腐石、この TF コンデンサー、豆腐コンデンサーかながいると。よし、ちょっと作ってみるよ。OK、できた。あ、ついでに実績も解除された。豆腐で電子工作。ほう、これと、あ、よし、で今できた豆腐コンデンサー上に置いて、ガラスを置いて、真ん中に豆腐マシン、ほい、できた。豆腐マシン、え、 TF ストレージマシンっていうのができました。え、 TF ストレージマシン、ちょっとここに置いてみる。ドン。ふんふんふん、何かを入れなきゃいけないと。そしたらパワーがここを広がるんだろうね。ブロック、お、おー、なんか溜まってた。豆腐工業の幕開け。あーは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 ー、ここにエネルギーを入れてやればいいんだね。これ何でもいいんかな。いや、何でもいいわけじゃない。豆腐石とか、これ一応入っていくもんね。でもなんか遅いね。あ、でもこれすごい溜まるんかな。鋼豆腐より溜まりやすい気がする。おお、おお、なんかすげえ湯気出てる。でもこれだけじゃ使えないんだよね。まずレッドストーンと絹ごし豆腐に、石豆腐ブロック、これを置くことによって TF 基板、基板ができると。おお、基板ね。基板って何の機械にでも入ってるもんね。まず基板、綿棒と絹ごし豆腐と片栗粉と塩、これで豆腐そうめんができると。で、豆腐そうめんを上下に置いて、真ん中に石豆腐、あ、できた。TF コイル、コイルっていうのがいるんだって。で、最後に、ネザー水晶と鋼豆腐と絹ごし豆腐を置いて、お、ネザー水晶こうか。 TF 発信機、豆腐発信機でいいんかな。で、これで揃ったと。じゃあネギ、ネギでしょ、コイル、基板、鋼豆腐、
コンデンサーで真ん中に、これよ、 TF アンテナ、ワイヤレスなエネルギー、これでいいんだろうな。これを豆腐アンテナをこの上にほいって設置してやればどうなんだ。なんだこれはこれは何なのだ。これ関係なかったこれね、関係なかった、違うアイテムに使うものだった普通に豆腐スライムレーダーに豆腐石こうやって置くだけでできたなんだよなんだよ、ちょっとワクワクしちゃったよ。ちょっとこれはこれでね置いとこ、次回ね作ってみようと思うよ。お、なんか顔のマークになったよ。お、なんだ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 、この辺ってこと。あ、なくなった、今顔のマーク、やっぱ顔のマークがある、この辺にいるってこと。どういうことだ。あ、わかった、ここが豆腐スライムのチャンクってこと。じゃあこの辺を開けとけば豆腐スライムが出てくる可能性があるってことかな。よし、一応この木で囲ったとこがスライムレーダーの反応する場所になります。で、多分これはスライムのいる場所じゃなくて、スライムがわスライムがいる場所じゃなくて、スライムチャンク、スライムが生まれるところを示していると思うので、ちょっとこれでまたちょっとここにね通ってですね、スライムが出てくることを願いながらちょっとやっていこうと思います。で、もしかしたらここがある程度暗くないとダメなのかなっていうのもあるので、ちょっと暗めに設定して、他の敵もやっぱ湧くと思うんですけど、スライムチャンクも、スライムチャンクじゃない、豆腐スライムもね湧くことを祈りつつ、ちょっとここ放置しようかなと思います。でね、他の場所をちょっと湧きつぶしして、この辺に生まれないように、あそこに集中して生まれるようにしてですね、豆腐スライムの姿を、この動画内でですねご紹介できればなと思います。この豆腐マシンを、この豆腐系マシンを作るのに多分ね、豆腐系マシンを作るのにあれが必要なんだよね、これ、高野豆腐。寒い地方の豆腐を作れば高野豆腐になると思われるので、ちょっと行ってみようかなと思います。さあ着きました。じゃちょっとここで、よいしょ、ちょっとこの辺をどけて、この石の中に作ろうかな。ほいほい、どうだ。お、変わった、これだよね、高野豆腐。多分取ってみようか。できた、寒い地方の豆腐。よーし、これをちょっと何個か持って帰ろう。あと必要なものが、レッドストーンを並べて、その下に豆腐石で、一番下にタルト、これで豆腐石だるっていうのができないね。よいしょ、これを何個か作ろうか。また豆腐石だるをこう置いて、この上にさっき作った金床を置いていくと。ほう。で、この横にレッドストーンの動力を与えてやると。多分レッドストーンを引いてもいいんだと思うんだけど、今回はトーチをちょっと置いていきたいと思います。そう、こうやって色が変わればいいらしい。この辺はなんで変わんないんだろう。なんで変わんないんだろうね。
お、黒ずんでる。これを壊したらいいんかな。よし。え？あ、あったあったあった。あれ？どこ行った？あ、手に入った。強化豆腐石っていうのができるみたいです。強化豆腐石ね。これを作っていきたいと思います。よし。まず作ってきた高野豆腐を並べてブロックにすると。で、これを左右に置いて、コイル。TF コイルを置いて、この上に TF 発信機を置いて、真ん中に TF 基板を置いて、最後に豆腐マシンの元ですね。あれを置けば TF リフォーマーができると。豆乳サーバー。そして、この豆腐ストレージマシンの中に溜めたこの 5000TF、パワーをこのアンテナを使って飛ばして、このサーバーを動かそうというものらしい。この豆腐フォース入力ありっていうのは、まあさっきのとこからパワーをもらっているということですね。もしここにパワーが届いてなければ、ここに入力ありっていう表示が出ないと思います。それで次にこの上段にバケツを置いてやると、そうすると投入ができると。ほう。ってことは、ここにある豆腐石からこの投入ができてるってことだよね。めちゃくちゃ楽。大豆とバケツを用意するんじゃなくて、こっからも作れるようになると。豆腐フォースを投入に変換する装置らしいですね。すごいね。で、他にも結構いろいろなね、ものがありまして、ちょっとやってみましょうか。よし、じゃあやっていきます。強化豆腐石をこうやって並べると、ここに強化豆腐石ブロックっていうのができます。これを真ん中に置きます。で、ホッパー、左右にピストンを置くと。で、豆腐リフォーマーと豆腐ストレージマシーン置くと、TF コンデンサーマシーンっていうのができます。で、できた、TF コンデンスマシンを置いて、横にレッドストーンの入力がないといけないみたいなので、今回はちょっとレッドストーンブロックを置いてみます。んで、にがりをここに入れてやると、そしたらこうやって補充されるんだよね。んで、ここには素材を入れるっていうので、この地獄豆乳を今回入れてやろうと思います。すると、こういう風に豆腐フォースの入力を受けて、地獄豆乳が足らないみたい。あ、足りるね。足りんのかと思った。今ね、これ微妙にまだ進んでるんで、ちょっと待ってください。んで、こういう風に活性地獄豆腐っていうのができると。この活性地獄豆腐にはいろいろ使い方があるみたいなんですけど、これはまた、その時に、やりたいと思います。まだまだね、紹介できてないものがあるので、また紹介できればなと思います。この強化豆腐石を作る設備だったりとか、こういうのもどんどん作っていきたいなと思っております。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひまた見てください。ありがとうございました。